食べ続けると肌がたるんでブルドッグ顔になっていきます。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。肌がたるんで老けて見られるなんて嫌ですよね。もはやウイルス対策よりも肌のたるみを隠すためにマスクをずっとつけているなんてことになっていませんか。今回の動画ではまず肌がたるむ原因について解説していきます。その次に肌がたるんでブルドッグ顔になっていく最悪な食べ物について3つ解説していきます。この動画を最後まで見ていただくことで肌のたるみを促進させてしまう食べ物が分かり、合わせて対策も一緒にお伝えしていきます。肌のたるみを改善しダイエット効果も高めることができるので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速肌がたるむ原因について解説していきます。結論からお伝えします。肌がたるむ衝撃の真実、それは年齢を重ねると顔の骨も筋肉も女性ホルモンも減っていくからなんです。顔のたるみと何の関係があるのって思いますよね。ここから少し体の仕組みについてお話しするのでついてきてくださいね。私たちの顔は奥から骨、筋肉、皮下脂肪、真皮、表皮の5つの層から成り立っています。顔の骨は土台としてその上の筋肉や皮下脂肪、皮膚を支えてくれているんですが、残念ながら加齢によって体だけでなく顔の骨の骨密度が減って縮んでしまうんですね。顔の骨が縮むなら小顔になっていいんじゃないって、そんなことではないんです。例えば40代の頭蓋骨は 650g 程度に対して70代は 280g 程度、重さが半分以下になるわけですから、頭蓋骨が縮むと顔の印象も変化し、顎はもちろん目元、鼻、頬など様々なパーツに影響が出ます。するとどうなるか、各層を十分に支えることができず、結果重力によって垂れ下がり顔がたるんでいくんです。例えばしぼんだ風船のように中の空気が抜けて風船のゴムがこうベロンと垂れ下がっているようなイメージですね。そして次に骨のすぐ上の層の筋肉、表情筋の減少や衰えもたるむ原因です。最近こんなことないですか？怒っていないのに怒ってる？と聞かれる、それはたるみのサイン。怒っていないのに怒っていると見られてしまう人の多くは口元がへの字口でほうれい線がくっきりついていて、眉間にシワが寄っていて目がきちんと開いていません。それは顔のパーツがどれも下がってきた証拠なんですね。そこでだったら顔の筋トレするぞと思って頑張って動かしても、残念ながら顔の表情筋って大きくなる筋肉ではないんです。最後に加齢で顔のたるみに影響を及ぼすのが女性ホルモンのエストロゲンです。このホルモンのおかげで私たち女性は肌の弾力性を保つコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を作ってもらっているからこそ張りのある肌でいられるんですが、残念ながらその量は40代になると半分以下になるとまで言われるほど急激に分泌が減少するので、肌の張りがなくなってしまい、たるみが目立ってくるんです。鏡に映った疲れた顔、不意に目の当たりにした自分の姿に、あ、落ちてきたと思ったことはありませんか？ここまで聞いてがっかりしないでくださいね。誰だって自分の肌のたるみを直視するのは辛いですよね。もしかしたらマスクで隠してしまうことで見ないことにしていませんか？じゃあどうしたらいいのって思いますよね。でここからなんですけど、大切なのはもう年だからと諦めるのではなく、減っていく骨、筋肉、女性ホルモンの材料になる食べ物をしっかり食べることなんですが、ここで大事なことをお伝えしますね。食べ物からしっかり栄養を吸収できる胃腸ですかってことなんです。つまり胃腸が弱いままだとたるみの原因の骨や筋肉や女性ホルモンの減少をカバーする栄養がうまく吸収できないので、いくら食べてもたるみは改善されません。そこでここからは私の経験をもとにお話します。私はこの方法でマイナス10キロ達成、顔中が水泡だらけで目も口も開かないくらい腫れ上がった醜い顔だったのが、今ではあんなにひどかった肌荒れやたるみも改善しました。なぜこんなことができたのか、それは胃腸にダメージを与える食べ物をやめたからなんです。そうしないといくらたるみを改善する食べ物を食べても、逆にたるみを加速させる胃腸に負担をかける食べ物を食べているようではたるみは解消されません。いいものを入れる前に悪いものを入れないことがポイントです。そこでここからは私がやめた
肌がたるんでブルドッグ顔になっていく最悪な食べ物について3つ解説していきます。最後までご覧いただくと逆にたるみを改善しダイエット効果も高める方法が分かりますのでぜひご覧くださいね。では早速肌がたるんでブルドッグ顔になっていく最悪な食べ物1つ目、白砂糖。結論、白砂糖を摂り続けると顔の骨の材料カルシウム不足になってたるみが加速します。なぜかというと酸性食品である白砂糖が大量に体内に入ると中和するために体内のミネラル分が使われるんですが、この時一番多く消費されるのがカルシウムだからなんです。また白砂糖を摂ると糖反射といって胃腸の働きがピタッと一時的に止まり胃腸に負担がかかります。他にも白砂糖を摂取すると体内でインシュリが分泌され、これによって炎症が起こり肌を形成する成分であるコラーゲンとエラスチンが分解されてしまったり、骨や皮膚を作るのに重要なコラーゲンの合成に必要なビタミン C にも悪影響を及ぼします。なので私は白砂糖をやめてその代わりに黒糖やココナッツシュガーを使うようになりました。白砂糖の害やおすすめの甘味料など詳しくはこちらの別動画を見てくださいね。次に2つ目、小麦製品。以前の私は朝菓子パン、昼サンドイッチ、夜パスタなんて日もあるくらい小麦製品ばっかり食べていたんですね。忙しいとつい手取り早くパンや麺類で済めさちゃうなんてことありますよね。これが本当に良くなかったんですけど、小麦に含まれるグルテンは消化器官で分解されにくいんです。完全に分解されなかったグルテンはどうなるかというと、腸をはじめとした消化器官の粘膜にベターっとへばりついていくんです。もうこうなったらもう離れないぞってことで、グルテンがへばりつくと粘膜が炎症を起こし、その結果便秘をはじめ消化吸収機能の低下による栄養失調、頭痛や PMS などにつながっていきます。当時の私も便秘や頭痛がしょっちゅう出ていたんですが、今では完全に卒業、薬も一切飲んでいないです。そして今私はパンやパスタの代わりに玄米を食べています。玄米を炊く時に純味ごそをティースプーン1杯入れています。するとお米のタンパク質が10倍溶け出して消化率がアップするのでおすすめです。玄米は豊富な食物繊維と栄養がギュッと詰まっていて、お腹すっきりデトックス、栄養をしっかり吸収できます。最後に3つ目、加工食品。これもね、以前の私はカップラーメン、インスタントの焼きそば、手軽な加工肉や冷凍食品などなどお世話になっていた時代があります。時短になるし長期保存もできて家族も好きで食べたがるし、ついつい便利だから頼ってしまうってことありますよね。これも本当に良くなかったんですけど、加工食品に含まれる大量の添加物が胃腸を荒らすんですね。添加物には乳化剤や防腐剤、pH調整剤など様々な化学物質が使われていて、体にいいものは一つもありません。本当は手作り無添加が一番いいって分かっているけど、いかがですか？私たち女性って仕事に家事に育児に両親の介護やペットのお世話などなど忙しすぎてもなかなかそうもいきませんよね。ポイントは食品成分表を見ることです。詳しく分からなくても記載されている添加物の種類が多いものやカタカナの添加物が多いものを避けるだけでも違います。簡単な見極め方としては、食品ラベルの原材料一覧にスラッシュがあるかチェックしてください。食品添加物はスラッシュの後ろに記載することが法律で定められているので、どのような添加物が使われているのかが簡単に分かりますよ。商品によっては別枠で添加物と表記されているケースもありますので注意してくださいね。ここに関しては詳しく LINE 公式でこれだけは気をつけたい添加物を分かりやすく解説していますので受け取ってくださいね。以上を3つ、肌がたるんでブルドッグ顔になっていく最悪な食べ物についてご紹介しました。そしてここからは肌のたるみを改善しダイエット効果も高めることができる具体的な方法をお伝えします。それは冒頭でお伝えしたたるみの原因の骨、筋肉、女性ホルモンの減少をカバーするために食べるといい食材をお伝えしますね。まず顔の骨の減少にはやはりカルシウムが必須なんですが、骨の材料となるカルシウムは吸収率が悪くって食品から摂取した量の 20% から 30% しか体内に取り込まれません。ところがビタミン D を一緒に摂取するとカルシウムの吸収を高めることができます。これはビタミン D の働きによってカルシウムが小腸の細胞膜に取り込まれやすくなるためです。ビタミン D を多く含む食品は魚類では鮭、サンマ、ウナギ、キノコ類では
特に干し椎茸になります。またよく噛むことで咀嚼筋に働きかけ、顔の骨の形成を助けてくれますよ。これなら手軽に始められますし、まあ、なんといってもただですから、何でもよく噛んで食べましょうね。ただ忙しくてビタミン D を多く含む食品が食べられなかったなんて時もありますよね。そんな時は日光浴もおすすめです。朝日を浴びたり、夏なら15分、冬場なら30分程度散歩しながらでもいいですよね。次にたるみの原因の筋肉と女性ホルモンの減少を同時にカバーする神食材は大豆製品です。筋肉の元になるタンパク質と女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをするイソフラボンが豊富です。よくタンパク質を手軽に摂取するために市販のプロテイン飲料を飲んでいますという方が多いんですけど、市販のプロテインは人工甘味料や香料など添加物がたっぷり入っているので私はおすすめしていません。また市販のプロテインって、まあ、結構いいお値段しませんが、もしかしてあなたが飲んでるのは何千円もするような太るプロテインの可能性大です。無添加でコスパのいい、私が飲んでいる手作りの無添加のプロテイン飲料、おすすめのきなこドリンクがあるので、こちらの別動画を見てくださいね。このようにたるみを加速させる胃腸に負担をかける食べ物を控えて、逆にたるみを改善する胃腸が元気になる食べ物を食べながらたるみを解消していきましょうね。お伝えしたことを一つからでも OK、 今すぐ始めてみてくださいね。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されて、なりたい理想の姿を手に入れたキラッキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとっても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回のまとめです。肌がたるんでブルドッグ顔になっていく最悪な食べ物は、1白砂糖、2小麦製品、3加工食品。たるみを改善する胃腸が元気になる食べ物は、1酒、サンマ、うなぎ、キノコ類などのビタミン D を多く含む食品、2納豆、豆腐、豆乳、きな粉などの大豆製品でした。ということで今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。